加してみて、今まで感動を作るってことをしたことなかったので、アートってこういう話し合いから作られてんだなって思いました。感動は人とのつながりが一番大切だと思っているので、この部分が入ってたらいいなと思ってます。自分が描いたイラストの一つに、人と人がそのつながって、そのいろんな色でつながっていくみたいなのがちょっとあって、しっかり自分たちの意見が反映されて、みんなの思いがこうやって形にもなっているのかなって思います。朝早くて暗い気持ちで投稿しても、この絵見てなんか明るいなとか、今日も頑張ろうとか思えるような絵になってくれたらいいなって思ってます。まずテーマとして感動っていうキーワードがあったと思うんですけど、感動っていう言葉にはプラスのポジティブな面とネガティブな面があったと思うんですけど、それを表情を使って表現しようと思って、絵を見てもらう人の気分とか、その時によって絵の表情が違って見えるような風に表現しました。この東邦学園の卒業生がやっぱこの絵を見ると、学生時代を思い出したりとか、またこの地域の方々がこの町のシンボルになるような存在に今後なっていくかなというふうに思いますので、学生も含めて地域の方々も含めて何か思い出に残るような作品になったと思います。これワークショップでは人と人とをつなぐとか、さまざまな表情から感動が生まれるっていうようなキーワードがたくさん出てきました。それを特に見事に反映してくれた作品になったかなと思って、私もとても嬉しいです。